苫小医師の無職、諏訪博信被告はおととし、札幌白石区の当時住んでいた自宅で、殺傷能力が高い HMTD と呼ばれる爆発物や手製のパイプ銃を所持した罪に問われています。諏訪被告は一審で懲役6年を言い渡されていましたが、他人に使う目的はなかったなどと主張し、量刑が重すぎるとして控訴していました。 きょうの控訴審判決で札幌高裁の青沼清裁判長は不合理な点があるとは言えないとして一審の判決を支持し控訴を棄却しました。